皆さんこんにちは、新垣梨沙です。やっほー。冬は鍋。はい、ということでですね、今日は鍋をします。イエーイ、冬は鍋、イエーイ。でね、なんかいつも鍋は結構よくするのなんだけど、いつもはキムチ鍋とか、まあ普通のあの出汁を取った鍋とかなんだけど、今回ね、こちらバーン、カルディで買える海苔鍋つゆっていうのをね、海苔鍋ってね、私これカルディ何回も行ってんのに全然見つけたことなくて、美味しそうと思って、で今日は安武さんもこの後帰ってくるので、今いないんだけど、ちょっと安武さんが帰ってくるまでにシェシェシェって作って待ってようかなと思って、安武さんとこの鍋を食べようかなと思って、これを作りたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。スタートー。はい、まずね、今日このスープに入れる具材を買ってきたんだけど、まずは白菜、パン、白菜1/4、椎茸を入れるといいって書いてあったので、椎茸、えのき、鶏、これは肉団子作ろうかなと思って買ってきた。お豆腐は書いてなかったんだけど、一応お豆腐、木綿豆腐を買ってきました。おネギさん、ネギ、ネギっていう感じで、こちらをですね、鍋に入れていきたいと思いますので、まずはこの具材たちを切ったり洗ったりしたいと思います。まずね、切ったりする前にこの海苔のおつゆをよく振って、この鍋に入れて沸騰させておきます。うわ、すごい海苔だ。うわ、香りがすごい海苔の香りする。ビーン、入りました。それでは火をつけて沸騰させていきます。よし、じゃあ沸騰させてる間に切っていこう。はい、まず白菜からね。白菜はもう一口大にね、ザクザク切って洗って、もう入れていっちゃいましょう。できたん。洗い。そうしましたら次、この鶏肉に味付けをしていきますね。胡椒、ごま油、柚子胡椒。これがもう超美味しいから、絶対みんな柚子胡椒入れてって感じ。柚子胡椒が適量入ったら、最後のとどめ、一味をパラパラっと。結構辛いのが好きなので多めにかけました。で、あとは混ぜるだけ、超簡単。これを最初ね、火が通りづらいお肉からどんどん入れていこうかなと思います。あとから鶏肉も、あ、そうだ、鶏肉入れるんだ。解凍しなくちゃ、解凍しなくちゃ、忘れていたわ。で、肉団子からどんどん入れていくね。もうここでくるくる、ここでなんとなく回して丸に作って入れていくスタイルです。私は鍋ってほんと楽だよね。入れるだけだもんね。スープから作るとかだったらさ、あれだけどさ、今回は本当に鶏しか入れないから、すごくヘルシーになると思う。でもね、この鶏肉がいつもペロリなのよ。本当に美味しすぎて、肉団子が。はい、肉団子を入れました。全部ちょっと火強めます。はい、お肉にちょっと火が通ってきたら、この芯の部分から、白菜の芯の部分からどんどん入れてっちゃいます。結構ね、多いなと思うんだけどね、しぼんじゃうから全然大丈夫。いっぱい入れて、白菜鍋みたい。一回しんなりするまで蓋をして様子見ます。ほい、その間に他のも切っていく。はい、っていう感じでパカーン。結構グツグツ言ってますので、他のお野菜たちも入れていきます。えのき、しいたけ、ネギ、豆腐。ほい、でまたこれでグツグツさせていきます。うわ、もうか、完成しました。では安武さんを待ちたいと思います。いい香り。ということで完成しました。安武です。やっほー。はーい、ということで今日は鍋にしようと思って、はい、でカルディでね、その海苔鍋っていうのがね、海苔鍋、海苔鍋、そう、それを作ってみました。黒い鍋ってことかな。すごい海苔の香りするでしょ。するするする。今日はこれを食べていきたいと思います。やったー。じゃーん。もう鍋のね、季節だからさ、
いいよね、お鍋は、ね、温まるからよくやるけどね。ありがとう。鍋、うん、でもいつもキムチ鍋とか普通のお鍋が多いよね、うんうん、初めてだよ、こんなのね。海苔なんだって。黒い鍋、ちょっと黒い下にね。スープも若干黒めだね。もうお海苔が溶けてるみたいな。そうなの、うん、まずこのままいってみようかな。うん、はい、どうも。食べて。いただきます。どうなんでしょうか。どう、ちゃんと味するの今。うん、美味しい。美味しいんだ。うん、すごい。海苔の味ちゃんとする。へぇ、ちょっとお出汁も飲んでみようか。あ、そうだね。その方がいい、分かりやすいかもね。うん、鶏の香りするね。おぉ、美味しい。またヘルシーなの作ってくれたんだね。そう、もう今回鶏しかねないからね。美味しい。美味しい。あ、お豆腐も美味しいね。お豆腐はね、木綿にした、いつも。ありがとうございます。俺が好きだからね。うん、あ、美味しいね。優しいね。うん、うん、優しい。うん、だからここに用意してくれてるけどさ、うん、なんか海苔だから、うん、明太子合うかなと思って、うん、この明太子とこっちは柚子胡椒。明太子なんだ。これ一応用意してみたの。でもまあなくても全然いいかも、うん、後で味変で入れてもいいかも。鶏団子うま。うん、鶏団子美味しいよね。鍋美味しい。お手製鶏団子。うん、柚子胡椒入れてる。うん、柚子胡椒とごま油と一味入れてます。辛い。ちょっとピリ辛で美味しい。椎茸美味しい。旨味がギュッてなってる。うん、あのスープのところのに書いてあったおすすめのやつを入れた。うん、美味しいね、椎茸。うん、美味しい。うん、白菜にすごい海苔の味が染みてて、うんうんうん、鶏肉だからすごいヘルシー。冬はずっと鍋でもいいぐらい好き。そうだね、俺がトレーニングしたりとかするからさ。うん、でもお鍋ってめっちゃね、鶏肉とか野菜取りやすいからさ、うん、一気に取れるもんね。うん、美味しい美味しい。うん、美味しい。やっぱカルディ美味しいもの多いな。なんか本当だね。レモンの鍋のつゆ、うん、もう美味しいみたい。聞いたことある。うん、あれ結構有名だよね。うん、美味しい鍋のもっといっぱいあるけど、これ知らなかった。うん、美味しい。うん、初めて食べるね。海苔が結構入ってるからね。うん、歯につきそう、心配覚醒してた。おお、美味しい。スープ、うん、スープ美味しい ね。入れる。うん、ごめん、ありがとう。ちょっと今は遊ばないんだよ。あ、遊びに行って帰ってきたからね。後で遊ぼう。ご飯終わったら遊ぼう。ちょっと他の入れてみようかな。ん、薬味。うん、うん、入れてみたら。ちょっと柚子胡椒はさ、もう鉄板で合うと思うよ。絶対合うと思う。結構入れちゃっていい。うん、辛めにしたければ。私は明太子。あ、いいね。初めての。どうなの。どうなんだろう、初めてこんなことするの。鍋で明太子入れる。明太子自体が好きだからね。うわ、うん、うまい。明太子合う。合う。ちょっとやってみてほしい。柚子胡椒めっちゃうまいよ、当たり前だけど。そう、柚子胡椒も入れよう。結構たっぷり入れてたよ。チョビさんが遊んでる。遊んでって。うん、柚子胡椒おいしい。もう明太子ちょっといいよ。あ、そう。明太子も結構ピリ辛だから合う。ちょっと優しめじゃん、海苔が。うん、そんなに主張が強いというよりかはさ、うん、海苔の香りがふわってするみたいな感じだから、うん、強めのこういうの入れても美味しいね。うんうんうん、でも味はしっかりしてるけど、海苔の、うんうん、お出汁の、うん、美味しい。辛いもの好きだからね、二人とも。うん、スープと一緒に食べてれば全然このままでも美味しい。うんうんうん、何鍋が一番好き？難しいな。やっぱキムチ、チゲ鍋みたいなの絶対美味しいじゃん。うん、そうね。なんやかんや。うん、鶏だしとかも好き。うまい。しゃぶしゃぶも含まれる？しゃぶしゃぶ？うん、お鍋に含まれない？どう？キムチ鍋、うん、豆乳鍋、豚骨、醤油みたいなのもあるよね。そう、食べたことないの。美味しい、めちゃくちゃうまいよ。要はラーメンみたいな感じになっちゃうけど。美味しそう。めっちゃうまい。今度やってみるよ。あと豚バラとレタスもね。うん、あれは美味しい。ミルフィーユ。うん、ミルフィーユもそうなんだけど、なんか一個ね、山口県に伝わるやつがあるんだよね、一個。それと美味しい。何のあれ？スープ？スープはほとんど素材からの味で、うん、スープにこれ自分のところに塩と一味とごま油、うん、うわー美味しそう、とスープを混ぜて食べるやつ、なんて言うんだっけな、あれ。調べたとこじゃん。うん、教えてほしい。うん、絶対美味しいじゃん、だってそれ。
作るよ、じゃあ俺が今度。え、作ってほしい。何鍋かちょっとルミさんに聞いてさ、うん、母親の方の親戚から教わったんだけど。へー、いいね、いいね。最後なんかおじやみたいなするの。あ、最高だね。いつもおじやまでたどり着かずにさ。たどり着かないよね。私たちお腹いっぱいになっちゃうよ。二人じゃちょっと無理かも。うん、そうね、やっぱりいっぱいいたらね、最後の締めのラーメンとかも美味しい。タンメンね。うん。結局何になる1位。うーん、難しいよね。うん、確かにその時の気分その時の気分だもんね。これも相当美味しいよ。でも美味しい、新たな発見だった。うん、トマト鍋とかもあるか。あー、ある。美味しいよね。うん、ちょっと酸っぱみがあって。でもさ、しょっちゅう食べるってなったらさ、うん、あっさりめのがやっぱ水炊きとかそっちの方がさ、うん、そうだね、良かったりする中で、これも結構、うん、しょっちゅうでもいけそうじゃない。いけそう。やっぱりあっさり系の方がいけるのかもね。うん、って考えたらこの人はなかなか。キムチとか美味しいんだけど、うん、毎回だとちょっと重くなったりとかするから。そうね。で、明太子だと多分つけて食べるってこと。うん、ちょいとかし。あ、どう、うまい。ね、美味しいよね。明太子合う。うまい、うまい。明太子はあのコストコの明太スティック、うん、すごい合うの。合うね、うん、これは美味しいの。ちょっとピリ辛だしさ、うん、いい感じ。海苔だし合う。海苔明太とかあるもんね。これも美味しい、ね、味付けがいいんでしょうね。でしょうね。味付けした人が天才なんでしょうね。ありがとうございます。どなたかは存じ上げませんが、お隣にいらっしゃいます。あら、あなたかしら。え、あなただったのだってもう意味わかんなくなっちゃう。そしたらそしたら意味わかんないの。あなたの隣って子だったんですね。はい、そうですよ。新しい。あっ お笑い無法地帯ですよ、ここは。うん、白菜おいしい。こんなにいっぱい入れたのに、白菜。うん、うん、これまた食べたいなってなるの。よかった、美味しいね。うん、幸せだね。でもお鍋は美味しい。お腹いっぱいになるしね、野菜とお肉だけなのに。ほんで今日もタイミングよくさ、うん、やっぱね、帰ってきてただいまって、うん、で、リビング入ってくるじゃん。うん、で、鍋があるのはやっぱ幸せよ。あ、幸せってなる。よかった、帰ってきたってなる。嬉しい。いつもさ、タイミング合わせて作ってくれるじゃん、ご飯。うんうんうん、それがすごい。鍋はなんかさ、よりさ、なんか、うん、お家って感じするじゃん。そうだね。それがすごい嬉しい。鍋はタイミング測るのそんなに難しくないから。そっか、うん、楽ちん。ある程度作っといて、作っといたところで別になんか、うん、温め直しとかもしなくてもずっと温かいし、うんうんうん、ちょっとタイミング間違えたらさ、温め直しちゃうとちょっと硬くなっちゃうものとかもあるじゃん、うん、あるのよ。パスタとか。あ、パスタとかは本当にもう帰ってきてからちょっと茹で始めてもいいかも。そっか、さすがに、うん、出来たてじゃないと美味しくなくなっちゃうから、うんうんうん、炒め物とか。なるほどね。ちょうど炒めた時がちょうどいいのに、もう一回やっちゃうと、もう一回やるとちょっと硬くなっちゃったりとか、辛くなっちゃうとか。そうそう。でもね、結構タイミングよく電話してくれるからね、うん、分かりやすいタイミング。うん、でも鍋は本当楽だよね。美味しい。野菜切るだけだもん。いや、それは楽じゃないよ。うん、スープはさ、カルディがやってくれる。カルディ様様。うん、いやでも野菜切るのとかさが俺嫌だから、すごいもう料理自体がもうありがたいというか、うん、私が好きだからね、料理。それをね、楽だなって思わないよ。ありがとうございます。いつもいつも美味しいです。ああ、美味しい。美味しいね。はい、ということで今日はね、うん、まだここからゆっくり食べていくんですけれども、はい、カルディの海苔鍋作ってみました、うん、いやもう鍋の季節がね、やってきてるからね、うん、もうこれからでもどんどんこの冬はまた鍋ウィークになってくると思う。どんどん鍋が出てくると思う。嬉しいよ、いろんな、うん、もうあらゆる鍋食べていきたい。確かに。でも今ってほんといろんな種類の鍋の素があるから、うん、
いろんな種類で食べても全然飽きないからいいかも。うん、いい、全然。私この海苔はちょっと知らなかったんだけど、うん、今回教えてもらってすっごい美味しかったので、うん、もし気になる方はぜひぜひ食べてみてください。カルディに行けば買えるってこと？うん、そうみたい。うん、うん、安田さんはどうだった？めちゃくちゃ美味しかった。よかった。男の人でもじゃ好きってことね。うん、うん、でいいかも。確かに柚子胡椒とか、うん、そのこれ自体も美味しいけど、うん、味がすごい強いわけじゃないから、そういうなんか薬味系、うん、いろいろ試してもなんか自分で好きな味にできたりして楽しいと思います。よかったです。最高です。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。はい、新垣梨沙と安武とチャミでした。またね。おまけのちょびたん。皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、海苔鍋すっごく美味しかったです。カルディで買えるのでぜひぜひ食べてみてください。